セルマーマーク6アルトサックスを演奏するミンディ・エイベア。ミンディ・エイベアはアメリカのスムーズジャズサクソフォン奏者。日本ではミンディの名義で CD が発売されている。実力派の女性ジャズサックス奏者としてキャンディ・ダルファーとしばしば比較される。小さい頃はアメリカントップ40などのポップの影響を受けて育っていることからジャズとポップの融合したクロスオーバー的な音楽が 持ち味。エイベアはアルトサックスソプラノサックスに加え、フルートやキーボードも演奏するほか、自らボーカルを取ることもある。高校時代にはドラムスも習っていた。祖母がオペラ歌手、父親がプロのサックス奏者という家庭に生まれ、5歳からキーボードを継いで8歳でサックスを始めた。高校時代にはマーチングバンドでサックスを演奏していた。 バークリー音楽大学に進み、ジャズ、ロック、R&B など、あらゆるジャンルの音楽を学んだ。バークリー卒業後は、ロサンゼルスへ移り、しばらく自らのバンドで活動していたが、ジョナサン・バトラーと出会って、彼のバンドに参加し、その後、アダム・サンドラー、バック・ストリート・ボーイズや、マンディ・ムーアなどのバックを務めるようになった。ツアーなどで彼らをサポートする一方で、 自らの音楽スタイルを生み出していった。2000年にアルバム Always and Never the Same を自主制作してすぐ GRP レコードと契約し2003年にアルバム It Just Happens That Way でデビューした。このアルバムタイトルはキャノンボールアダレーのライブアルバム In New York の中の一節から取られている。2004年のアルバム Come As You Are, モラをゲストに迎えた2006年のライフレスオーディナリーの後、ピーター・ホワイトのクリスマスアルバムへの参加を経て、2008年にアルバムスターズを発表している。2008年、クリス・ボッティがホスト役を務めていたチルアウト中心のラジオ番組チルウィズ・クリス・ボッティのパーソナリティを引き継ぎ、番組名もチルウィズ・ミンジ・エイベールとして2015年まで担当した。 2009年にはナショナルアカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・サイエンスのロサンゼルス支部評議員長に選出され2012年まで務めた。2013年には同志部長となった。ありがとうございます。